というのは平日はよくやるんですけれども土日祝日はあんまりやらないパターンなんですね。ちなみにさっき1回やったきりです。今日の長い営業だったんですけど、この自分で作って自分で解説は今日2回目でございます。では行きます。来たよ来たよ。なの来た、うん、何来た。大きいベビースター作るんだって。麺が乗っかっております。あの麺はですね、実は自家製麺なんですね。左側に吹き流し見えますでしょうか。左奥です。あの機械に小麦粉を入れて小麦粉から麺を作ってるんです。はい、なのでこのぐらいの規模だとなかなかあの自家製って言われてもピンときませんけど、言わせてください。はい、では行きますよ。あの、工程で言うと丸2番の麺蒸し行きますね。麺を蒸すのはここです。あこの今指を刺したところの機械に蒸し器の中に麺を入れまして、蓋をしてから1分間麺を蒸していきます。では行きます。蒸した。今やってる。はい、ではタイマーに沿ってですね、1分間スタートしました。で、1分間実はちょっと回ってると非常に退屈しますんで、私ですね、この1分ぴったりで終わるぐらいのスピードで、こっちから見えてないんですけど、1分間ぴったりで終わるぐらいのスピードでちょっとインフォメーションします。で、今ですね、作ってるのは何ですか。ベビースターラーメンを作ってます。ベビースターラーメンですよね。ラーメンなのにここでは茹でないんです。はい、蒸してます。ちゃんと理由があるんですね。理由は2つあります。まず1つ目、この後あの工程丸3番の味付け。味付けというのは専用の液の中に浸して味をつけます。チキン味をつけます。なのでその液の中に麺入れた時に麺が味を吸い込みやすくなるように、これが1点で。今麺蒸してるんだな。そこ麺を蒸し茹でるとですね、何か残りますか。できていくんだよ。茹で汁が残ります。そんな茹で汁がついた状態の麺を味付けの液の中に入れると決まっちゃいますよね。そんな理由からベビースターでは、ベビースターでは焼きそばと同じく麺を蒸すっていう工程を採用してるんですね。ちょっと一分オーバーしちゃいましたけども、ご了承ください。今コンポで入ってきて、例えばちょっと見えないけどね。ちょっと待って、おいよ。なんで麺があるの。今ほら、あれで蒸し上がったね。どうして蒸し上がったの。参加してください。ですね、この後味付けをする時間は何秒でしょうか。クイズです。3択です。はい、まず、3つをお知らせしますね。先ほどですね、今、麺を蒸していた時間が1分間です。なので味付けも1分間、これが1.65ですね。それからいやいや、そんなにかかりませんね、30秒ぐらい味付けすればいいんですよ。30秒ですっていう方が、パパ、いやいや、そんなにかからないです。ここができたらもっと短くて10秒ぐらいなんじゃないでしょうか。という方が3、60、30、10、1番、2番、3番の順で、どっかで上げてください。では、60秒、1番の60秒だと思う人、はい、ありがとうございます。麺上げの時間は、麺蒸しの時間は1分でしたよ。60秒、はい、5人、5名ぐらいで上がりました。次の、いやいや、半分ぐらいの30秒だと思う方、どうでしょうか。はい、同じぐらいですね。ありがとうございます。いやいや、でもいや、10秒ぐらいでいいじゃないでしょうかという方、どうですか。はい、同じぐらいですけど、一番多いですね。ではじゃあ実際実演してみます。私ですね、液の中に麺を入れたら手を挙げますんで、そこから数えてください。では行きます。10、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 
は3番が正解でございました。はい、ではこれからですね、いよいよ麺を揚げていきます。ここでのポイントは、麺が油の中に入るとわーっと水蒸気が出てきますので、そこが見どころです。はい、なぜかというと、麺の中に残っている水分が油の中に入ることによって一気にわーっと蒸発します。ベビースターの食感ってパリポリしてベビースターラーメン作ってみようなの食感というのはそうなんです、同じく、麺から水分が飛んでいくことによってあのパリポリした食感というのが出来上がっているので非常に大事な工程です。なので水蒸気の水を加えてそれからこのベビースターを湯で大変大変とても大切な工程なので、今日も始めました。来たほらお兄さん、食べてみようよ。ほら、見て見て。なら見て、入れるよ、油にほら。油どこ？ほら、そっちそっちそっち、ほら、ジューって言ってる、ほら。見えるすげえすげえ。それで何するの？それでベビースターラーメンになってくんで、見ててね。あっち行かないよ。はい、どうでしょうか。まだ水蒸気がまだ出てますよね。というぐらいやっぱり麺の中には水分ってたくさんあるんだなってことがしみじみよくわかります。ではですね、これから麺をひっくり返していきますから見てくださいね。では行きますね。見ててみんなのひっくり返す。ベビースターラーメンだよ、ナナほら。ナナの好きな。食べたいね。拭いたんだか汚くなったのか分かんないですね。すいません。ではですね、これからいよいよ大きなベビースター上がっていきます。さっきの色と形を思い出してください。白っぽい塊でしたよね。あれが油に入ることによって色と形が変わって出てきます。見た目が大きいので、ここでは大きいベビースターって呼び方をしてるんですけど、実はオフィシャルではないんですね。見た目でそう言ってるだけでございます。では揚げていきますよ。見ててください。揚げるって何？見てて。大きいです。すごい大きい。ほら、見てみんな。これがベビースターの元なんだよ。なあちゃん好きな。これから切るんじゃん。早く切んない。ではですね、このようにしてベビースターというのを作ってるんですね。で、ちょっと今油を切ってる時間ですので、ここで一言お伝えしておきます。今作っているこのベビースターの味はチキン味なんです。で、チキン味というと大体皆様これを想像されます。ちょっと後ろすいません。はい、今チキン味と聞いてこれイメージされた方はいらっしゃいませんか？実は結構多いんです。この商品をここで出来たてとして作ってるんで、それを出来たてベビースターって呼んでるんじゃないのって言われる方が結構多いんですね。そんなはずはありません。そんなものを作ってもちっとも面白くないんです。なぜならここでやってるこのベビースターのチキン味、この横浜のベビースターランドの限定のフレーバーです。なのでここで出してる味は市販のものとは違います。はい、で同じ味を市販のもので一生懸命探しても同じ味はあんないんですね。はい、このダメダメダメな。まずこれ1点。それからこの出来たてフグナーの揚げたてを出す商品というのは、日本全国どこを探してもやってるお店がありません。はい、ベビースターのふるさとって三重県の津市、県庁所在地の津市にあるんですけど、そこの工場ですらやってないものがなぜかこの横浜の中華街にはあるんですね。というぐらい希少性が高い商品だということを熱くお伝えしておきます。はい、よし行くよ。最後登れ、よじ登って。これからですね、麺カットしますのでちょっと準備します。
ほら。今度食べるときに思い出してね。じゃあまたね。ほらあそこでカットするんだ。ちょっと見えないね。今持っていく間にですね、なんであんな危なっかしい持ってき方するのかな。普通に持っていけばいいのになって思われた方いませんか。はい、でもですね、あとここはパフォーマンスをする場所なんですね。ああやって持っていくとみんな、もう危ないよなんて思いながら見てくれますよね。ということで、ああいう持ち方はわざとでございます。ちなみに、おとといの日にですね、私初めてあれで落としました。はい、たまにはそんなこともあるんですけど、まあそれはパフォーマンスということで許してはい、では、これから最後ですね、粉砕、5番の粉砕カットなんですけれども、このままででもですね、機械は動いてくれません。とあるスイッチを押さないと動いてくれないんですね。じゃあそんなスイッチがどこにあるのかというと、ここにあります。じゃじゃん、はい、この緑色のボタンをですね、1回押すと、レールをプレスして押し出してくれます。はい、実はですね、このボタンの押すという作業は今まで我々スタッフが自主的にやってたんですね。でただとある時からこれをちょっとお客様に押していただいたところ好評だったんで、今2個になります。さあ何が痛いか分かりますかね。はい、なので、ぜひこのボタンを押したい方を、募ります。この場を盛り上げてください。押したい方は積極的に、はい、はい、一番元気な人に押してもらいたい。いきますよ。大人でも子供でも構いません。はい、じゃあ聞きます。ボタンを押したい方は元気よく手を上げて、はい、ありがとうございます。ちなみにですね、これすいません、どうもありがとうございます。平日のお客様はシャイなのでですね、最高は今まで4回やって誰も手が上がらなかったので私押しました。はい、じゃあいきますよ。皆様は一緒に321って一緒にカウントダウンを入れてください。その後321の後にどうぞって言うから、どうぞって言ったらこれ押してね。いい、 OK、 じゃあ手置いておいて。はい、じゃあ皆様一緒に行きます。せーの、321どうぞ。はい、どうぞ。押して、はい、ナイスプレイ。はい、ここです。おー、すごい。はい、どうでしょう。こうなるといつも見慣れたベビースターになります。ちょっとそっちも行きますね。